木月ひろしさんの歌碑があるということで松山市2番町までやってきました。Please hang up and try again. ご覧ください、除幕式の翌日です。静かすぎるので音楽をかけてみましょうか。6時から24時、はい、2番町